王子は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。酒井様。賢治、何をしておる。怪我人のお世話です。でも強い酒を飲ませることしかできなくて、腕を失った人をどうやって慰めたらいいんでしょう。知りたいな。たかならうまく慰められるのに、生きてて欲しかった。そうだな。お前も休め。そうします。さすが使命。ジンク。雅子殿、ご無事でしたか。運が良かったのだろうな。息子を見送れなかった償いに、最後までこの若者たちの世話をしてやろうと思っている。叔父上は朝方追い打ちをなさるおつもりです。何か策をお考えなのだろうか。若いのが傷つくのは見るに耐えぬ。あるはずです。なすべきをなせ。いつでも力を貸す。息を吸い、そして放て。続けておれ。先生、壊れた橋の修繕を待ち、朝方出陣します。ハーンの肝を冷やそうというわけか。たじろげば多くが死ぬことになるでな。他の手もあるはずです。どうせ志村殿のお怒りを買うものであろう。民の命を救うものです。思案を重ねて動け。ご異論が。そうは言っておらん。この弓で猛虎を懲らしめてください。皆が悲しんでいます。酒井様。ノリオ、お前の身案じておった。無事でした。私は九死に一生を得ましたが、多くの犠牲が出ましたね。城を奪い返した後に丁重に弔ってやろう。勝機はあるのでしょうか。勝機は必ずある。望みを捨てるでないぞ。もちろんです。罪の報いを与えねば。志村様の下司で橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ。分かってる。半時でトリカブトを集められるか。まあわずかなら。人を頼り、集められるだけ集めろ。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み、飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。
タカから預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。急いで鳥かぶとを集めた。足りそう。これで何とかしよう。手早く物見を殺さねば。櫓から敵陣を探りたい。毒を盛る手を見つけねばな。杉笠衆だ。龍蔵、やはりここにおったか。宴を開くようだ。もうこの酒に毒を盛れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。守りは堅牢で火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。あの道、守りが薄く潜める場所も多い。気づかれずに酒のところへ行かねば。庭を抜けた方がよいな。
に潜り込み酒に毒を入れる。酒はあそこにある。あとは毒を入れるのみ。待つとするか。イネッパスタッドガール。ジン。ハーンはどこだ。北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら知れたことを言うな。俺がハーンについたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。前ほどの友はいなかった。下れ、そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。
ぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。さすが後には引けん。毒とはな、おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。そうか。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば。足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは蒙古と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だが、まことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。おじ上、九郎殿の名を捨て。この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁。将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺はクロートだ。では裁きを受けてもらう。